こんにちは、柴戸です。今日はギターのレビューです。こちらのギター、千葉県船橋市の千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。なぜ私はこのギターをお借りしてきたかと言いますと、このチャンネルをご覧の方はね、結構ピーンときたかもしれないんですけれども、このギターですね、ホライゾンというギターなんですけれども、ルナシーの杉蔵さんが初期の頃に使用していたタイプのギターになります。見る人によってはね、懐かしいと思う方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、なぜこれが懐かしいかというと、杉蔵さんってどのギターを使用しているイメージがありますでしょうか。最近の杉蔵さんというと、やはりですね、この P90 タイプ、ストラトに P90 が乗ったタイプと3シングルのストラト、それがですねメインになっておりますが、初期の頃はですねハムバッカーをね使用していたんですよ。これはですね、ぜひデジャブ、チブコーでやってるデジャブの時とかに使っているので、ぜひご覧ください。そしてですね、何を隠そう、 XJAPAN に杉蔵さんが加入した後もこのホライゾンは使用しております。なぜかと言いますと、先ほどお伝えした通り、杉蔵さんってシングルコイルだったり P90 ストラトのイメージがあると思うんですが、 XJAPAN のサウンドはストラトではね、やっぱりちょっと難しいなというところで、ルナシーの初期に使用していたこのホライゾンと同じタイプの杉蔵さんではね、ここがフロイドローズになってたりするんで、ちょっとタイプは違うんですけれども、このギターを新たに XJAPAN 加入と同時に使用し始めたという経緯もございます。なので今でも X の方ではですね、杉蔵さんがこのホライゾンを弾いている姿を見ることができます。今回ねレビューということで、こちらのギターをですねちょっと探っていきたいと思うんですけれども、メーカーはグラスルーツと、これもね僕と同世代の方はもちろん知っているかと思うんですが、 ESP のですね、そのランク下の機種になります。 ESP エドワーズグラスルーツというところで、お手頃価格でですね購入することができるギターになります。このギターもですね、千葉管楽器さんでは今現在 27,800 円で販売しておりまして、値段の割にはですね作りがしっかりしております。ボディはアルダー、ネックはメイプルなんですけれども、ご覧くださいませ、スルーネック風加工です。ハイポジションが非常に弾きやすい、このスルーネック風加工ですね。これスルーネックではないんですよ、セットネックのヒールカットみたいな感じだと思います。なのでボディ材とネックの材は違います。でもね、この価格帯でこういった形状のギターを作れるっていうのはさすが ESP ですね。グラスルーツといえども侮れないような仕様になっております。そしてこのホライゾンはですね、杉蔵モデルのエクリプス、それのモデルにもなったと言われているように、この美しいボディのアーチトップ、この何ですかね、スベスベ感と山なり感、これがですね非常にセクシーで美しい作りになっております。そしてブリッジなんですけれども、杉蔵仕様はフロイドローズなんですが、こちら、これ僕初めて見たんですけれども、非常にかっこいいですね。これアームが付けれます。ちゃんとですね稼働するようになっているので、しっかりアームが使えます。で裏にはスプリングが入っていると、まだですねここにビニールが貼られている状態で、多分前の持ち主さんはそんなに使用していなかったのかなというふうな感じですね。そして24フレット。これドットのインレイもですね、かなり綺麗なものが使用されております。しっかりとしたですね、貝になっているというふうな感じですね。そしてペグに関しましてはですね、無名ですね。ノーネームなんですけれども、五島風な感じのペグになってます。特に特徴はなく、通常の普通のペグですね。でそこの下のシール見てください。メイドインコリアというふうに記載されております。韓国製のホライゾンということですね。でコントロール部分、ボリュームとトーンと3ウェイのスイッチと、シンプルな作りになっております。
でも引き心地的にはですね、非常にやっぱりボディの構造がですね、綺麗、美しいので、ジャストフィットしますね。体にフィットしやすくて、あと24フレットあってヒールカットされているので、ハイポジションも非常に弾きやすいと。普通にいいギターだなっていう風に弾いてて感じました。